SMC。 本日は前回の動画で、はい、紹介したお話しした通り、はい、契約書大開封でございます。よっしゃ、いやーね、やっこいしょ。もうみんな貯めまくったんでね、はい、貯めましたね。リボンも大金も10ぐらいはあるということで、そうですね、10以上は、はい、あります、まあ、ゴールド何枚かと 30% が何枚かあると。はい、僕に関してはゴールド20枚ぐらいと、あの 30% のが8枚ぐらいあるんでめっちゃある、まあ、だいぶ S は出ますね。はい、でこの動画でもなんと S は確実に皆さん見れますのでご安心ください。はい、 S 確定も1枚ずつみんな持っております。はい、はい、あります。やっていきましょう。よっしゃ。おさらいするとゴールドが12、3枚ありますね。3枚かな、13枚。はい、おお、これさすがに S 来てほしいです。出てほしい、マジこれは。ゴールドで S 来たら大勝ちです。確かにね、はい、目的の選手が出なかった場合はリボンも大輝もミキサー今回の動画でしますので、はい、じゃあそちらもお楽しみにしてください。お願いします。まずはゴールド10連から、はい、さあ10枚整いました。はい、頼むでくれ S。 じゃあ行きます。はい、はい、まず演出が見ものですよね、はい、俺こんだけガン回ししたことないからさ、チケット、うん、あ、まあ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 、まあ、おお、しぶち、まあ、これのゴールドの怖いところはオール B ありますからね。うわぁ S 角こいつやばこいつえぐいわ、えぐいえぐい。ちょっと先に言っときましょう、うん、欲しい選手を。あ、惜しい選手、この前サード当てたんで、そう、マドネージャーさんで、外レフト守れる選手だったら、まあ、グラシアル選手とか、あと吉田選手、あ、そうだね、松坂選手、ね、A も何枚か来てくれる、ね、うん、来たよ、ブラッシュ、ミキサーできるんだ、ね、マジでエグいよ。ゴールド S 引きはマジで運いいぞ、うん、ね、最後に来るパターン、いや、絶対そんな綺麗じゃないでしょう。そう、綺麗だ。うわ、これいくぞ。ちょっと見れないな、これ。ちょっといきますよ。マサタカか、はい、グラシアル。そもそも S 出ることが勝ちです。そういうことだ、そうそう、はい、勝利、ありがとうございます。ありがとうございます。だってもう1枚確定してるから。そうだね、あ、そうだね、めっちゃ美味しいよ、これ。やばいやん、これすごいなじゃあ残りゴールド3枚ですか。はい、まあ、普通はこれなんですよ、うん、そうね、さっきは異常だったいや、マジやばかった S30%。 はい、 30% いきます。ここでまあ前回僕引いたんで、はい、そうだね、はい、今日は誰が引くのかなっていうところですよね、うん、こいつまた引きそうだわ。じゃあいきます。さあ演出確定くるといいですね。ここはこの次ですね。ゼロですね、今のところ。さあ割れるかどうかです。やばいわ。うわーええええええ神ミキすぎん。この後の俺と大輝怪しくなってきた。怪しすぎん。これわかんない、最初に回したからみんないいんじゃない。しょっぱな大勝利、ありがとうございます。勝利すぎる。この後まだ S 確定あるから。そう、もう終わってねえんだこれ俺3連続だから。えぐない、もうやば。じゃあ最後いかせていただきます。はい、うわ、マジで。はい、ああ、びっくりした。まあ、もう情緒不安定になってる確定だったわ、これは。全部 S 来る、全部 S 来たら、なんか演技マサタカ来たら、お前もう3万課金な、うん、すがりな。びっくりした。びっくりした。左でびっくりした。でもシナレグジャーシナレッドやん。よっしゃ、オールレスオールレスオールレスならまだファーストキャッチャーだけかな、うん、まあ勝利しました。はい、大勝利、大勝利でございます。大勝利。リボンのなんかプロスペースみたいになってね。なんかガチャイコールリボンみたいな、うん、いやいや、もう神引き男じゃん。ね、ね、まあ、ということでね、はい、まあ、木村選手がリボン使わないので、そうだね、ミキサーですね。はい、そうですね。あと中川選手もいらないで。そう。で、能見選手。はい、能見選手。この勢い乗って。はい、行っちゃってください。もうやっちゃってください。やっちゃいますよ、僕。神展開。もうこれスキップでいいんじゃないですか。行きますよ。はい。エンワス。能力見てみましょう。はい。厳しいです。うん、まあ、またミキサー。はい、まあ、また。いずれかのミキサーでね。いずれかね。はい。いやでももう全然もう十分です。いやもう大勝利です。はい、はい、角中選手、周平選手、あとまあさっき言った木村選手、ね、見透かされてるんで、はい、
エンワス。この2体が 2枚ね、2選手出ただけで、はい、もう勝ちなんですよ。もう即戦力なんで僕の。はい、さあ、バクバクの大輝さん、一緒に行かせもジャイアンツが来ないと意味がない。もう意味ありませんと。行きましょう。はい、ドン。よっしゃ。ちょっとあのイベント最近あのやってたんですけど、ちょっとゴールドチケットが多分僕6枚ですね。あ、これサボってますね。サボってるわけじゃありません。皆さん、これちょっとコメントで本当叩き、うん、叩きなかったですね。サボってるわけではありません。いや、だってサボってるわけではこの数集まってる。俺めっちゃ集めてる。あー、それはちょっとなんでだろうな。どうしようもなく困るのやめてください。はい、まあね、ある程度はもうやったもんね。ある程度やりました。リボンがめっちゃ頑張ったっ。そう、頑張りました。まあここはもうあの気楽にいきます。いや、まあここでもうリボンさん当てちゃいました。そう、はい、そうなんですよ、はい、まあ僕もいきます。はい、はい、まあまあまあ、ああ燃えろ燃えろ燃え上がれ。バイン。まあ、ジャイアンツが来るかってことですね。あ、そうだね。これがいいっす。問題は。はい。うん。2枚か。結構 A 入れましたね。まあまあまあ、2枚 A ですね。うん、まあでも、あれですね。A の確率はリボンより高かった。うん、はい。でもまあ、ジャイアンツじゃないので。まあ、ミキサーでいきます。うん、そんなに必要ありません。全部食べといてください。はい、食べときますと。問題はここ。そう。この30パー引くか引かないか。うん。で、俺のプロスペジュース決まってます。ただ問題はもうリボンが引いているということで、そうね、可能性でいくと俺と大輝は出ない。そうですね。うん、可能性で言うとね、うん、その可能性を覆します。おい、いったれよ。いったるぜ。誰？いきますよ。来るぞ。これでこのピカン来るぞ。ピカン。まあまあ、こっからですよ。ピカン、ピカン、ピカン。怖い。勝てい、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 勝てい。パリン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 。おお、えいや、でも勝ちですか。え、すごくない、うん、すごい確率の壁ぶっ壊してる、うん、しゃー30ね、まあまあまあいいですよ、S、そう、来季5万当たればジャイアンツに帰れるんで、はい、そうですね、ミキサーで、次も僕 S 決まってる。十分確十分です、ありがとうございます。おお、いいよ、いい流れだよ。このままやったら俺大破産する。階段になってるもんだけど。まあそうですね、まあ、はい、じゃあもうジャイアンツお願い、もったいぶらないからとりあえずお願いします。とりあえずジャイアンツ、とりあえずジャイアンツ、とりあえずジャイアンツ、いいですよ、いいですよ。テンパり方がやばい。あー、もうこれ、これ、もうパリンパ、もうあー、ここでですね。地引くのか、12分の1。はい、ちょうどね、はい、厳選されてないの数少ないですから、うん、はい、5枚厳選して、はい、5枚、はい、まあでもどっちにしろこの、あの、クレモゼ氏以外の4人はもともと入ってなかったんで。なるほど、うん、あんまり痛くない、痛くないです。はい、ということで、これが本当に僕の運命を左右すると思います。亀井選手、岡本選手、菅野選手、大城選手、大城選手、まあまあ小林選手でもいいです。はいはい、そうだね、最悪ね。でも、じゃあ、本当にもったいないんだけど、丸選手はちょっと、はい、もうやめてください、もうやめてください、言わない、もうやめてください、もうフラグ立って、もう頭によぎるよ。もう最近このチャンネル言ったら出てくるから。いや、ちょ、お願いしますよ。頭によぎるわ、やばい。いきますよ、言っちゃってください。なんか怖いな。大輝の怖いね。怖い怖い。もうこれは僕スキップしますよ。大事さが違うから。そう。いきますよ。怖い。カズマ。おお、まあ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 、でも持ってないんで僕。持ってない持ってない持ってないんだ。タグ選手持ってます。1枚持ってます。持ってない持ってます。あ、じゃあ全然当たり。タグ選手も持ってない。危ねえ危ねえ危ねえ。名前に上がってなかっただけでね。しかも確か強化されてんだよね。あ、そうなんすか。巣が上がってんじゃなかったかな。ほら、上がってる。おー、中継ぎも S。 だいぶ強いね。え、強くね。強い強い強い。はい、持ってないんで全然 OK です。 OK、 勝利した。ナイスミキサーだね。ナイスミキサー、ナイスナイスミキサー。僕はガチリまくって、うん、30% のやつが5、6枚あります。そう、そうだね、そこで3、4枚出て、うん、マジでオーダー強化しに行きますんで、はい、そちらの動画は次回になると思いますので、そうです、はい、ということで、大輝は田口選手を当て、はい、リボンは、周平選手、角中選手、角中選手、はい、神右を見せてくれました、はい、ということで、これからもガンガンガチャ回してほしいと、はい、いう方、チャンネル登録、高評価、そして通知登録よろしくお願いします。お願いします。それでは次回、決戦です。いや、決戦ですね。お会いしましょう。はい、バイビーバイビーバイビー。田口選手、ありがとう。